có một cái lỗi sai trong phát âm tiếng Nhật rất là phổ biến mà dạo gần đây mình lắng nghe nhiều hơn, edit video nhiều hơn, rồi chịu khó thu âm lại cái giọng nói của mình nhiều hơn, thì mình phát hiện ra rằng là mình luôn luôn mắc phải và lặp đi lặp lại. Đó là cái cách phát âm của động từ soji suru. Cũng chẳng biết từ bao giờ, nhưng mà từ khi mà bắt đầu nói tiếng Nhật đến bây giờ ấy, dường như là lúc nào mình cũng nói là suru, nhưng mà thực ra nó không phải là suru mà là suru. 本当にめったにしないんですけど、でイライラするでしょ。だから料理をしながら私はしません。Ngoài ra trong ngày hôm nay mình còn bị phát âm sai một cái từ, đó là cô cải và cô cải. Tamani cô cải sururukoto ga takusan deteimasu. Rồi trong cái video ngày hôm nay mình còn bị phát âm sai một cái từ, đó là cô. Sore na chiisai na ruru o kimeta no ni dekinai san. Quay trở lại với cái chủ đề chính của cái video ngày hôm nay, đó là cái cuộc hội thoại của mình với cô Mai, nói chuyện về cái cách mà giải tỏa stress. Và một trong những cái cách giải tỏa stress ngày hôm nay được chia sẻ đó là meso. Chúng ta sẽ bắt gặp một số các cái cách hành văn mà mình nghĩ là rất là hay dùng trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như là その時にああすればよかった、こうすればよかったっていう後悔っていうのは普段本当にめったにしないんですけど。Và bây giờ chúng mình sẽ cùng thử lắng nghe toàn bộ cái đoạn hội thoại nói chuyện của mình và cô Mai. Và các bạn hãy thử memo lại những cái nội dung mà mình cảm thấy thích ở trong cái video ngày hôm nay nhé. Mai sao meso してますか? しないんですよ。私伺いたかったんですよ。瞑想について。私はしません。しません。ただヨガをずっと19歳の時から、習っていたというか、ヨガ教室に通っていたんですよ。うん。ヨガ教室に。で、その時に必ず、そういう瞑想しながら体を動かしていくっていうことがね、たくさんあったので、私は自分では意識的にしていなかったんですけど、そのヨガの時間だけはおそらくしていました。でも、子供が生まれて、ベトナムに行く前まで、ヨガに通っていて、日本に帰ってきてからもうしていないので、長くもう5、6年、7年、8年ぐらい、もう全く関わっていません。瞑想はどういう気持ちになるんですか？どういう気持ち？どういうものですか？どういう気持ちかな？なんか体が全部リラックスできる？気持ちになります。普段は私たちが何を考えているか意識していないじゃん。はい。例えば、勉強しているのに何かを考えている。仕事中で仕事をしながら、文字を打ってながら、別のことを考えてしまうことがたくさんありますけれども、瞑想をすると、意識できます。なるほどな。何か例えば料理をしながら、すごくね、昔の嫌なことを思い出すときもあるんですよ。もう終わったことなのに、なんかこうちょっともやもやもやとして、そういうときですよね。うん。なるほど。そのときは、マイさんはどういうふうに考えますか、なんかもやもや気持ちになったら、何をしますか。もうすごく落ち込むぐらいもやもやするときってあるじゃないですか。ないですか、あまり。なんか、もう私、基本的にすごくポジティブなんですよ。そうですか。すごく、すごく、すごくポジティブに生きてきているので、あまり、昔のことに悩むっていうことはあまりないんですけど。いいじゃん。あるとき、ちょっと気持ちがね、ちょっと波が来て、ちょっと、落ち込んでいるときとかに急にやってくるときがあって、もやもや気が、もやもや気が急に来るときがあって、そのときは結構落ち込みます。でも、そうですね、もやもやした気持ちになったときは、一旦もう一度振り返りますね。おそらく。何に対してまだもやもやを引きずっているんだろうって考えてます。なんかその時にああすればよかった、こうすればよかったっていう後悔っていうのは普段本当にめったにしないんですけど、そのモヤモヤ気になった時に
すごく後悔するんですよね。ああ言えばよかったなとか、うん、でもそれって過去のことだからどうにもできないんですけど、でもじゃあこう振り返って、そうだな、次もしそういう同じシチュエーションがあればこうしよう、うん、ああしようっていうふうに、まあ、次のステップに持っていくまで考え切ったら、なんとかこう気持ちが落ち着いて料理に戻れますそう、でもあんまりなんかちっちゃい反省はありますよ、ちっちゃい反省、うん、でもそういう本当に何かしてるのにこっちでなんか考えてしまうっていうぐらい落ち込むことはあまりないんですけど、うん、たまにあります。ポジティブよくありますか？ポジティブですか？私はポジティブなんですけど、うん、ね、たまに後悔することがたくさん出ています。はい、ね、いやでも大人になってもしかしたらちょっと賢くというか逃げ腰になっているから、後悔しないように挑戦も少なくなってきたかもしれません、今思うと。若い頃の方がなんかこう自分が傷つくことなんて何も考えずにいけいけって感じで前に進んできたんですけど、うん、なんかこう子供もできて大人になっていろんなことを想像できるようになって、あ、これしたらきっとこういうなんかこうちょっと悲しい思いしちゃうかなとか思ってしまう、うん、自分が、私は思ってるつもりはないけどそう思っている自分がいるのかもしれないですね。だからあまり後悔することが少なくなってきたのかもしれない。そうです、ね、知らないうちに分かんないけど、大人になったら落ち着いた気持ちになってることですね、うん、そうです、うん、けどたまにね、私がまだ日常でなんか、うん、例えば寝る前に電話を見ないとか、それなんか小さいなルールを決めたのにできないじゃん。それもね、たまにストレスになっています。はい、ああ、うん、小さなルールね。うん、なんか、確かに、早く寝れば早く起きる。そういうことも意識できますけれども、うん、はい、たまに、まあ、ベッドに入ってまた電話をいじって、ああそう、うん、次の日は、はい、遅く起きて、うん、まあその時はいいじゃと思ったんですけど、作業の時、うん、仕事の時、なんで昨日は遅く寝たかな、うん、ルールを決めておいたのになんでできないかなと、そういうことも他に、ストレスですね。確かに小さなルールというのは、うん、いろいろと自分に課しているかもしれません。本当にちょっとしたことなんですけど、朝起きてカーテンがすべてきれいにピチッとこう開いていないと私すごくストレス感じます。今思うとね、朝起きてカーテンを開けて窓を開けるっていう作業をしないと、なんかこう例えば朝ごはん作っているのに部屋が暗いとか風が通ってないとかはすごくストレスを感じます。ちっちゃいことですけど、うん、でまたそれを夫にカーテン開けてね、窓開けてねって言ったら、すごいカーテンがなんていうんですか、ちょっとくしゃっとなって開いてるとかすると、もうすごいストレスなんでちゃんと開けてくれないのとかすごくストレスですね、あれはでもそういうちょっとした、ね、ルールがやっぱり自分のリラックスを保つのかなと思いますね。つまり今日はストレスの、うん、解消法について話していますけど、うん、結局ストレスがたまらないように考えなければならないですよね。そうですね。で、うん、マイさんはたまらないように、ストレスがたまらないように何をした方がいいと考えていますか？自分の、ライフスタイルなら何を
をしなければならないと思っていますか？今話を伺っていると、おそらく私が今日話したことは、すべてストレスがたまらないように心がけていることかもしれません。ソファーの上で漫画を読んで、その都度リラックスすることとか、紅茶を飲んで毎日こうリラックスする時間を作ったりとか、毎日の買い物をちょっと好きなものを食べるとかして、なんかイライラするっていう時にするというよりは、日々それを繰り返して、こう、なんていうんですか、リラックスしている気持ちを保っているのかなって今思いました。ああ、じゃあルーティンですね。うん、ルーティン、まあ、まあ、ごめんなさい、毎日ダラダラはしてないですけど。だけたまに毎日10分とか15分ぐらいダラダラ時間を過ごしたらいいじゃない？私あの1日の流れっていいんですか、うん、結構ね時間割、学校の時間割のように動くのが好きなんですよ、うん、あ、時間を見て動くというよりはこれをしたらこれ、これをしたらこれ、例えば洗濯物を干したら、うん、トイレの掃除しようとか、こうちょっとなんかこう順番を決めて、その時間が長くなったり短くなったりするじゃないですか。うん。で、時間で決めてしまうと、その時間内に終われなかったらすごくモヤモヤするじゃないですか。急いだり。だから私時間を気にせず、時間はざっくり、午前中にこの5個しようってざっくり決めて、でも順番はだいたいこう決めてます。それがまあ子供にとっても、なんていうんですか、今幼稚園行ってるんですけど、子供が帰ってきたらこうしてああしてってこう順番だけ作っておくと、子供がいると時間通りに行かないじゃないですか。でイライラするでしょ。だから時間はもう気にせず、でも順番こうしたらご飯食べてお風呂入ってとか、なんかこう絵本読んでとか、大体の順番を決めて過ごしてます。するとなんか毎日同じようなルーティンで過ごしていくと、うん、こうもちろん修正もするんですよ。昨日一昨日このルーティンでやっていったけど、ちょっと自分には難しかったなとか、ここは効率が悪いなと思ったら変えるとかして、うん、こう、まあ、1週間2週間ぐらい続けていくと心にゆとりができます。なんていうか、うん、それを考えなくていいから、もう、あ、次なんか手が勝手にやってる、洗濯干してはい掃除してなんとかしてって、こう手が勝手に動いている間にこうちょっと余裕ができるから、いろんなこと考えながらやったりとかして。